それでこの水族館の目玉といえばケープペンギンたちの複雑すぎる相関図なんだけど、飼育員を奪い合って熾烈な争いが繰り広げられていたり、メス同士の壮絶なバトルが起きていたり、クプ君とラスクちゃんの兄弟同士の禁断の恋やドロドロの三角関係もあったりして。その話聞くのもう5回目ぐらいなんですけど、キツネさん。あら、そうだったかしら。でも、生き物を間近で見ていると、タヌキさんも楽しい気分になってくるでしょ。そりゃそうだけど、でも、さすがに毎週も来てたら飽きちゃうでしょ。水族館だけじゃなくて動物園も博物館も毎週行ってるわよ。週3日は生き物の施設に足を運んでるってこと。ちなみに県内はもちろん、隣県の施設も年パスを買ったり、行くたびにグッズを買ってるわよ。もしかして、最近流行りの推し活って、こういう活動のことを指すのかしらね。あ、ガチ勢すぎる。でも、これだけ推し活しても、個人の努力だけでは限界があるのよね。というわけで今回は、国立科学博物館のクラファンについて紹介するわ。国立科学博物館のクラファン？あら、今朝 SNS でトレンド入りしていたのに知らないのかしら。東京にある日本最大級の博物館、国立科学博物館が2023年8月7日、ある事情による財政逼迫を改善するため、クラウドファンディングで1億円を目標に募集を実施。クラウドファンディングとは、何かを達成したいという夢や目標を掲げるプロジェクトに対し、ネットを通じて不特定多数から資金提供を募り、何かしらのリターンを受け取る。小口の出資者をたくさん集められる、近年注目されている資金調達方法なんだけど、大きな博物館がクラファンを始めたということで、大きな話題になったわ。私もそれで早速、支援のお願いと合わせて自分も参加してきたわ。なんと、1億円って相当な金額だけど、僕もまだ行ったことないから応援しなきゃ。ちなみに募集開始から9時間で1億円集まってしまったわ。ずっこー。さらには数日で5億円も突破しているからね。ずこここここ。そんな大きな博物館の危機かと思って心配したけど杞憂だった。でも、これって、本当に喜ばしいことなのかしらね。へ？今回は、そんな注目されている国立の博物館が、なぜクラファン実施に至ったのか。その背景と SNS の様々な反応、将来的な懸念点について考えていこうと思うわ。国立科学博物館は1877年、明治10年に上野に創立された、約150年の歴史ある博物館の一つで、自然史・科学技術史に関する、国立の唯一の総合科学博物館なんだけど、文館を含めた延べ床面積は7万9000平方メートル、日本館と地球館の2つに大きく分けられ、日本館は地上3階、地下1階の施設で、日本列島の自然と私たちをテーマにしており、地球館は地上3階、地下1階の施設で、地球生命史と人類をテーマに学べる。1日じゃ回りきれない広さと、2万5000点にも及ぶ膨大な常設展示が魅力の施設ね。とんでもない展示量。あの有名な忠犬ハチ公の剥製があったり、日本で初めて化石が発見された首長竜、双葉すすき竜の復元骨格がドドンと展示されていたりと、驚きの連続なんだけど、収蔵品にはいくつも重要文化財があり、由緒ある天球儀や地球儀、天体望遠鏡、地震計の他にも、関東大震災の復興事業で1931年に作られた上野本館自体が2008年に重要文化財に指定されているものの、入館料は2023年時点でも大人630円というリーズナブルな価格になっているわ。良心的すぎる。来館者数は例年250万人以上、2022年でも206万人を記録している人気施設なんだけど。なんだけど？実は、コロナ禍による入場料収入の減少や、昨今の光熱費や原材料費の高騰で大打撃を受けてしまい、博物館の使命でもある標本の収集、保管の継続が困難になりそうだと、大きな危機にさらされたのよ。このピンチを脱するため、地球の宝を守れを合言葉に、収蔵品を守るためのクラファンを実施。大手メディアが取り上げたことですぐさま拡散され、SNS でも応援の声がたくさん寄せられたわ。微力ながら協力いたしました。リターン品、公開のないものを用意します。との言葉に痺れました。楽しみに待っています。目標達成おめでとうございます。息子が生まれてから毎年通い詰めています。どうか貴重な研究がずっとずっと継続できますように。目標達成おめでとうございます。今日ニュースを聞いて、あの科博ですら状況がきついのか、と不安になっていたところだったので、わずか1日で大きな成果を出されたことが本当に嬉しいです。ん？
確かに僕も最近家の電気代とかめちゃ上がって大変だけど、それは別に博物館に限らず、どこも大変なんじゃないの？それはそうだけど、標本の保管というのはたぬきさんが想像する何倍もお金がかかるもので、具体的には今年度の光熱費は3億8000万円ほど、2年前と比べて2億円近く増えているわ。3億円以上というか、2年前でもほぼ毎年2億円かかってたってこと？ええ、みんなの家も光熱費が1から4割ほど上がって家計が火の車になっていると思うけど、毎年2億円の光熱費がかかっている施設では電気料金の値上げが数千万から億単位の額になるのよ。スケールのデカさにびっくりなんだけど、そんなにかかるものなの？ただの大型屋内施設であれば施設内の電気代だけで十分かもしれないけど、昆虫標本、剥製、化石などを保管している収蔵庫ではカビが生えたり劣化しないよう1年を通して温度や湿度を一定に保つ必要があり、電気代が高いからと消したり節電できず、様々なものを展示している博物館の裏には表で展示していない膨大なコレクションがあって、国立科学博物館の場合、茨城県つくば市にある収蔵庫で500万点を超える収集品を保管しているわ。500万点以上も。例えば一般人が見れば同じようなクワガタムシがずらっと並んだような標本箱でも、一つ一つが全国あるいは世界各地から集められた貴重な個体で、中にはすでに姿を消してしまった亜種がいたり、とある島にしか生息してない固有種がいたり、そういった様々な標本を集めるのはただのマニア向けのコレクションではなく、見たことがないような珍しいクワガタムシを発見した時それが新種なのか確かめるため、いろんな標本を並べて違いを比較し、それを明らかにする必要があるわ。ふむふむ。そんな標本の中にはタイプ標本と呼ばれる、その種を新種として命名する基準となった生き物の種類を分類する上で重要な昆虫なども含まれているんだけど、国立科学博物館が保管する甲虫類のタイプ標本はなんと2000点にも上り、代表的なものとして国内最大の甲虫であり地球上沖縄北部にしか生息しない固有種ヤンバルテナガコガネのタイプ標本なども厳重に保管されているんだけど、もしこれにそっくりの虫が発見された場合、同じ種なのか別の種なのかはっきりさせるため、発見された場所が海外でもそのヤンバルテナガコガネのタイプ標本を見に行かなければならず、それを後世に残せるよう日の当たらない室内で管理し、湿度や温度にも細心の注意を払っているのよ。そんな大事なものがあるなら節電とか絶対無理だよね。虫食いやカビの発生を抑えるには具体的に夏は室温23度、冬は18度、湿度は 50% を保っていて、その範囲を超えるとアラームが出るようになっているわね。冬は低い気温でも大丈夫だけど、暑くなると劣化しやすいから、夏場は冷房をガンガン効かせないといけない。標本などの収蔵物は、博物館の命とも言える大切な存在なんだけど、それでも電気代を抑えるため、昼間は空調の使用を控え、単価の安い夜間電力を使って、部屋の温度を下げるといった工夫で少しでもコストカットしているのよ。なんて涙ぐましい努力。国立科学博物館も、電気代が足りないから、クラファンでちょっと集めようといった軽いノリではなく、追い込まれるところまで追い込まれた末に考え出された苦肉の策でもあるわ。実際、光熱費の確保のため展示に使う事業費の削減だけでなく、職員に渡した研究費の返金まで求めざるを得ない状況にもなっているのよ。え？光熱費のために研究費返上で働いてるってこと？強制ではないものの、動物の剥製を管理している動物研究部研究士官の川田さんは返金に応じたうちの一人で、作業中は半袖のシャツにハーフパンツという超ラフな格好をしているんだけど、これは空調代を少しでも節約するための工夫として着るものも制限しているのよ。国立ってついている歴史ある施設なのに職員さんがこんなひもじい思いをしているなんて。ん？国立って国が関わってる施設ってことだよね。光熱費不足の問題って国が何とかすべき問題なのでは？なかなか鋭いわね、たぬきさん。そう、今回はクラファンの目標達成で一件落着と思いきや、国立を冠している施設を一般人が支援すべきなのか、公共施設の在り方を問う議論へと発展していったわ。まず結論から言うと、国立科学博物館は運営費交付金という名目で援助を受けているわ。令和4年4月から令和5年3月までの損益計算書によると、およそ22億円を受け取っていて、この運営費交付金は、
国会の議決を経て予算計上され、使途の内訳を特定しない。つまり、運営費として自由に使っていいお金、渡しきりの交付金として与えられるわ。22億円。でもまあ600円台の入場料だけじゃさすがに無理だよね。せっかくだからここで、国立科学博物館の具体的な位置づけについて改めて整理しておくと、名前に国立を冠しているけど、厳密には国から切り離されているわ。どういうこと？国立科学博物館は2001年4月に独立行政法人になっているんだけど、この独立行政法人というのは各省の行政活動から一定の事業を分離し、それに相当する機関に対して独立の法人格を与え、業務の質や効率向上、活性化、自律的な運営を図るもので、独立行政法人の業務運営は主務大臣が与える目標に基づき各法人の自主性で運営され、主務大臣がその業務実績について評価を行い、業務・組織の見直しを図っているわ。僕の脳みそでもわかるように教えてくれない？まあ簡単に言うと、国がやるほどでもないけど、みんなの生活を豊かにする活動を、国の運営から切り離す代わりに、目標と資金を与え、法人・会社として頑張って活動してもらい、目標に対して成果を出しているのかチェックする、国が間接的に関わっているのが独立行政法人なのよ。日本には現時点で87法人あって、国民生活センターや造幣局なんかも独立行政法人の一つね。へえ、それは確かに聞いたことあるし、ないとなんだか困りそう。国が直接管理しているわけではないのに、なぜ名前に国立がついているのかというと、海外との関わりにおいて、国が間接的に関わっている機関であることを示すため、国立科学博物館だけ特例的に国立がついているから、ちょっとややこしいのよね。国が直接管理しているわけじゃないのは分かったんだけど、それでも無関係じゃないし、運営費交付金とかも毎年出してるんでしょ？22億円も渡してるなら、もう1億円ぐらいポイッと出してあげてもいいんじゃないの？私含め、この動画を見ている人はみんな、博物館や自然を愛していると思うから、国からも博物館を支援してほしいと考えてる人はとても多いと思うわ。博物館が光熱費高騰であえぐ中、国の税収は3年連続で過去最高を更新し、令和4年度は71兆円を記録。物価高と円安によって、企業や消費者の支出が増えたことで消費税収が増加し、コロナ禍が落ち着き企業業績が上向きになり、法人税や所得税が伸びたことも追い風になり、税収は増えているのに、なぜ国から大事な博物館を支援しないのかという批判も続出したのよ。独立行政法人だとしても、国庫から出すべきだと思います。国立とついているからには、クラファンで資金を集めるなんてこと自体おかしなことではないのかな。国が支援するのが筋でしょう。博物館、美術館、図書館等にもっと目を向けてほしいな。国が国立博物館に金を回さないのは自国の文化なんぞどうでもいいと公言するのと同意。難しいことはよくわからないけど、なんだか見放されたみたいで寂しいよね。運営費交付金の額がどうやって決まるのか、そもそもおかわりできるものなのかわからないから、詳しい人がいたらコメントでぜひ教えてもらいたいんだけど、国は自然災害や急激な景気悪化などの不測の事態に対し予備費を備えているのよね。予備費？予備費は政府が柔軟に対応するため、あらかじめ使い道を定めずに毎年予算に計上する費用のことで、例年は3000から5000億円用意し、コロナ禍では5から10兆円まで膨らんでいるんだけど、この予備費を回してあげてほしいという意見もあったわね。5000億円もあるなら1億円ぐらいくれても。ただここまでは博物館を助けたいという側の私たちのある意味偏った意見。予備費を含め国からさらに支援を受けるということは、税収の元である国民の理解を得る必要があるし、厳しい状況なのは他の施設も同様で、納得感や公平性がどこまであるか難しいところでもあるわ。実際博物館に税収を回すべきではという意見に対し、なんで遠くに住んでいる俺の税金が東京の博物館だけに使われないといけないのか、好きな人たちでお金を払って支えればいいじゃないといった厳しい意見や恩恵がないという意見も上がってきたわ。そりゃ東京まで来ないと足は運べないけど、確かに特定の博物館だけを支援すればそこから遠い人は恩恵に預かれないと感じるけど、博物館という存在自体が公益性のある施設だということをもっと知ってほしいわね。そうなの？博物館というのは展示だけをする単なる地球のコレクション置き場ではなく、
他にも調査研究、学習支援という大切な役割があるわ。地球や生命の歴史、人類の歩みである科学技術の歴史に関する調査や研究を推進して探究を深めたり、展示物を通じてみんなが自然や科学技術に関心を持ち、考える機会を提供してくれるのよ。こうした役割は博物館だけじゃなくて動物園にもあるんだけど、実際に目で見ることで刺激を受け、幼い頃に興味を持つきっかけになった人も多いと思うわ。小さい頃に見た恐竜の化石とか大迫力で興奮したな。そうした学習の機会を与える場としても博物館は大切な存在だし、それがなくなれば自然や科学を志す人間が減って、世界的にもどんどん遅れを取ってしまうかもしれない。一人でも多くの人に展示を見てもらいたいから、高校生以下は入場無料で大人でも安く入れるのよ。資金不足なら入場料を上げることを真っ先に考えそうだけど、そこを簡単に変えないのは博物館の役割と強いこだわりを感じるよね。また国立科学博物館は高齢化などで個人が維持できなくなった貴重な標本の寄贈を受け付けることもある。いわば最後の砦のような存在でもあって、もしここが維持できなくなると収蔵品は全国各地にバラバラに、一部は捨てることにもなるかもしれない。それだけは何としても避けたいことなのよね。収蔵品は博物館の命だもんね。今回のクラファン成功は嬉しいことだけど、全国の博物館も同様の問題を抱えていて、これが国立科学博物館じゃない地方の小さな博物館なら見向きもされてなかったと思うし、資金不足でも自力で資金を集められるなら追加の運営費は不要と判断されるかもしれない。おうふ。国立科学博物館の篠田館長は今回の成功と今後の在り方に対してこうコメントしているわ。わずか数日間で3万人以上の方から合計で5億円以上ものご寄付をいただいたことに厚くお礼を申し上げます。かくも多くの皆さんにサポートしていただいていることを目の当たりにして会員一同感激しております。そのことを確認したこと自体が私たちにとっては何よりの励みとなりました。このクラウドファンディングはすでに当初の目標金額をはるかに超えており、当面の間当館の経営を安定化させることが可能になりました。また標本の収集保管をとりあえずは支障をきたすことなく遂行することも可能になったと考えております。これも皆さんのおかげです。本当にどうもありがとうございました、というお礼の言葉に加え、一方館にとって当座十分な資金が獲得できた後も積み上がっていくご寄付を見ていると、皆様がこのクラウドファンディングに期待しているのは単に科博の健全な運営というだけではなく、私たちが掲げている地球の宝を守れという目標に向かって科博に資金を託すので、その中心となって努力せよと言っているのではないかと感じるようになりました。確かにそういうニュアンスもありそうだよね。今回のクラウドファンディングで科博のように多くの人に愛され、強い情報発信力を持ち、魅力的な返礼を企画できる組織にとっては、募金を募るための強力なツールとなり得ることを知ることができました。私たちにとっては大変ありがたいことなのですが、それは日本にある数多くの自然史と科学のための博物館では、困難なことだと想像しています。クラウドファンディングは、少なくとも私たちの世界では、いわば強者のツールなのでしょう。私たちは予算獲得のために競争をし、それに勝つことで実績を積み上げる世界にいます。しかし言うまでもなく、地球の宝を守るというミッションは全ての博物館で行われています。皆で協働してこそミッションをさらに先に進めることができるのです。このクラウドファンディングはさらに続いていきますが、今後私たちは皆様にいただいた資金を、多くの自然史系、科学系博物館が、地球の宝を守るためのミッションに、加わることができるような方法を考えていきたいと思っております。と、自分たちの存在感を俯瞰し、他の博物館とどのように連携していくか考えていくみたいよ。まあさすがに、資金不足の放置はないと信じたいけど、こういった不慮の事態が発生した場合、どのようにリカバーするのが適切なのか、公平性の観点からも考えていきたいわね。これって、国の方から反応はないの？8月8日に行われた永岡桂子文部科学大臣の記者会見で、一連のニュースについてコメントしているわね。その中からコメントを一部抜粋すると。文部科学省といたしましても、標本の収集、保管業務を含みます法人の基盤的な活動について、鋭意予算措置を行っております。今回のような博物館によります、自主的な予算獲得の努力や国民の皆様方の支援を合わせまして、国からの基盤的手当により、安定的で優れた博物館運営がなされますように取り組んでまいりたいと考えております。
お金の心配しなくていいぐらいには支援してあげてほしいな。そんな国立科学博物館のクラファンは2023年11月5日まで続けられているんだけど、グッズやバックヤードツアーなど、普段なら絶対味わえないような貴重なリターンも受けられるわ。個人的におすすめなのが1万5000円の科博オリジナル図鑑プランで、科博の研究者がサイオシを解説した130ページのオリジナル図鑑がリターンでもらえるのよ。130ページは大きすぎる。他にも寄付金控除を受けられるプランもあるし、手数料なしで寄付したい人は公式サイトから通販サイトやお店でグッズを買ったり、足を運ぶだけでも立派な応援になるわ。これを機に国立科学博物館だけじゃなく、みんなの近くにある施設にも目を向けてみてほしいわね。というわけで、通販サイトでグッズを爆買いするわよ、たぬきさん。もしかしてここまでの話って、大量にグッズを買うための口実だったりする？